チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。炎帝、熱さの血を見下ろす。まあ、昨今の流れで言うと、なんか砂原めっちゃ多いですね。まあ、強化個体でしょう。さあ、炎帝テオテスカトル。よくコメントで見かけるのは、テオテスカトルが苦手という人。今作は、クシャルダオラが結構楽になったっていう話になって、この人がね、強敵として立ちふさがっているというわけです。お前さんを倒して、ジェスチャーがもらえるらしい。いただいていこうか。っていうか、俺、テオテスカトルと戦うの、久々かもしれないか。そうだよな。強化テオテスカトルって、モーション変わってんのかな？こいつのモーションプラスは、割とやばいですからね。厄介ですからね。で、どっせい！もうね、全身ダメージ判定、うっそ。許さんぞって言ってたけど、許さないことが果たして可能なんでしょうか？この私に、許さんぞ、テオテスカトル、もうすべてを、アイテムを全部使って、お前さんを、叩き倒す！やめて！まだ奥さんも来てないけど、奥さんも多分、こう、かなりやばいだろうな。この奥さんな。前作のワールドでは奥さんめっちゃ強かったからね。奥さん、旦那さんとは比較になんないが強かったから、この時点で俺一回落ちてたりすると、奥さんで多分勝てない可能性が出てくるんだよ。そう、エンプレス。あ、会社！そう、テオテスカトル、ライズからの人に言うとね、このね、テオテスカトルっていうのはね、オスメスがね、大抵セットで、存在するんですよ。ナナテスカトリっていうね。なんでね、もしかすると、そいつがね、実装されるんだけど、基本的にはね、奥さんの方が強い。奥さんね、めっちゃ強い。おら、炎に特化した奥さん、バーサス、旦那さん、でも旦那さんに、よいしょ！もう、ちょっと待って、緑ゲージなんだけど。よし、今のうち、研いでおく。よーし、オッケー、行くぞ！テオテスカトルは、ちょっと頑張らないと。今作では、どうだろう。戦い慣れてる、バルファルクよりも、あんまり数戦わないから。いや、ちょっと待って！全身タックルやめて。タックルでぶっ飛ばされる分ね。よしよし、ナイスマイ！俺はバルファルクよりも今戦いにくいかもしれん。ドン！砂原には罠があるが、こいつは古竜だから効かないのか。効かないね。これ効かないな。効いたらよかったな。あらららら。弱点がね、ただ大きいからね。鬼ビタウン！よし！鬼ビタウン！このまま落とせ！双剣使いを何かけて、えいってやめて、こう、何が追加されてるかよくわからんが、粉塵爆破とかならいいけど、やめてよね。一落ち状態で、高速、なんだっけ、高速、あれ、高速ノバとかやめてよ。やめてくださいよ。わかんないからね。しょー、よし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 、飛んでくれた。なんか、テオテスカトルは、硬いイメージあるな。おい。王者の風格。あ、ちちちちちちち、あ、まずい。まずい。回避に合わせてくる。はい。やめて！当たり判定やめて！俺は大嫌いだ！あ、なんか来た！よし、いいぞ、やつかたきをやれ！やつかたきを使うんだ！よし、やつかたき！最近なんかやったらめったら、動画に出てくるやつかたき！
お前の力を見せてやれ。お前とて炎の雲だ。くらえ、八つ敵の釜。ああ、八つ敵の釜、八つ敵の釜、決まった。このままもうちょっとダメージを与えていく。八つ敵の釜、いけ。そしてとどめニング、とどめニング、スーパークビナガ、気持ち悪いファイヤー。コリューはなんせね、捕獲ができないからな、そこを気をつけなければいけない。普通のモンスターよりも後半の、怒ってる状態が長いということ。あいてー、やべ、回復アイテムないやんけ。ちょっと待て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 。大粉塵使っていこう。この私に大粉塵まで使わせるとは、なかなかのお手並み。あと、あぶねー。ちょ、あうち、解きたい。あら、どっこいしょ。ナイスカウンター、ナイスカウンター。よっこいしょ。ナイスカウンター、ナイスカウンター。トゥ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 。これはどんなだっけ。まだこいつ伸ばしてきてないよな。ほい。おしまひった。今です。全力カチカチ。よっ、決まった。では、い。このまま、削り切れ。ゴリゴリ。削り切れ。倒せ。いいか、いいか、まだ弱んねえの？まだ弱んないの？そろそろ寝ててくださいな。全然寝ていない、全然寝ていない。寝ててくださいよ。結構叩いたでしょ。あらあら、どうする。え、エンジンバックカウントカウンター、そう、前動作は長いからな。カウンター持ちとは相性がいいというわけよ。いて、危ないよ、危ないよ。追撃に発明で死んでよ。火力が高いってことは、半端な火力2回分を食らうとよく死ぬということがね、非常に危ない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  ありますからね。機動力高いから。粉塵爆破カウント、待って、あっはっ。あ、どっこいしょ。もうちょっと、あばばばばば、あばばばばば、あ、今です、今です。うわー、ない、かけり虫、かけり虫を3つ用意してくるんだ、危ない。いや、でも実際なんかちょっと強いね。あー、メイク向き間違えた。お前そっち側に来るって、ある、俺狙ってはイカロス狙ってきたの。やめてください、同じ猫かで。ちょっと待って、死んじゃう。回復薬連打。よっしゃぐちょっとえ、何がなんか粉塵も炎も多くないっていうか、勝てえし。あはははは、危ない。よっこいしょ、来たぞ、危ねえ。回避できたのかな、回避できた、一応分かんなかったけど、多分回避できたんだろう。え、早かったんじゃない、今の。早くなかった、ノバ。早かったよね。どっこいしょ。よし、終わった。いや、これ、テオテスカトルやり慣れてなかったら、現最強かも。現最強かも。俺今、タコスケ君今ね、ラッキー回避あったよ、何回か。ラッキー回避、下手な当たり方してたら、多分死んでましたよ、もう。三落ちしてたよ。いけー、捕らえたり。この無敵カウンターがある限り、そう、これと相性がいいね。待って、あれ、お、爆発しないで。どっせー、ガチャ、待って、お前、カウンターが決まる前に倒れてしまった。かけり虫がない。こんな狭いところでお前とやってられるか。俺は自分の部屋に帰らせてもらう。あばばばばばば、あばばばばば、あばばばば。いい。どっこいしょ、よーし、倒せた、よかった。こうも、何もない、プロハンターでしたよ、私今。プロハンター並みに顔殴ってたけどね。結構、かかったな。まあ、プロハンター並みって言うと怒られるけどね。
もうひたすら顔殴っていつもこうやって戦ってると思うんだよね。タイムアタックしてる人とそんなに違うのかって思って動画見ると違うんだよな。いやー強かった、まあ、双剣はおすすめ、ちょっと慣れてないとおすすめはできないな。テオテスカトルのいやらしいところってね、ガードヘビーボーガンとかをさ、ガンガン爆破とかでまくってくるところなんですよ。後ろで爆発が起きて、正面からは、テオテスカトルが左右に、ぶん回してきて、みたいなことがあるからね。鉄鋼ヘビーみたいな武器でも、結構厳しかったりするんですね。さ、報酬は、古竜の血が多い。まあ、あと、ルリゲンジュ、勇気の証字。まあ、特にそんな何か特別なものがある感じしないですね。10分本気で戦って14分だ。言うて14分。まあ、途中で死んでるけどね。何回か映ってるけどね。さ、ジェスチャー見てみよう。これ?これか?これなかったっけ?え?ジェスチャーってどっかでもらうっけ?もらわないよね。倒した後に、千里とかからもらうんだっけ?違うよね。応援か!なんか見下ろすとか言ったから腕組みとか、それか、それ系かと思ったけど。これ応援は昔からなんかあった気がしますね。というわけで皆さんも高難易度、テオテスカトル挑んでみてください。っていう。